平野翔のパーツを奪い合っていると言われてるけど、今回は紙だったね。普段はもっと安いシャンプーを使ってるけど、彼の CM 商品だったら即買いするよ。平野くんは、容姿も最強で、筋肉質の頼れる体を持っています。それに加えて、男気もあり、スポーツやダンスなど、誰よりも器用に上手にこなすことができます。しかし、 彼の性格は優しく、仲間思いであり、冗談を言ったり、天然と言われることもあります。しかし、彼は本当は人見知りであり、気遣いが繊細な人です。こんなスター性を持った人物が実在することに驚きます。私は彼のファンではありませんが、彼の才能には本当に感心します。多くの企業から彼を引っ張りたいと思うのも納得です。 彼がブランドから起用された理由は素晴らしいもので、彼の努力と目標に向かって突き進む姿勢がブランドコンセプトを体現しているからだと言われています。平野くんは内面を褒められることが嬉しいタイプで、かっこいいねという言葉よりも、優しいねと褒められる方が嬉しいと語っています。彼の評価を聞いて、きっととても喜んだことでしょう。 私も今後の彼の活躍を楽しみにしています。彼は繊細な人なので、騎士くんや神くんと一緒にいる時に悩みや不安を吐露できるといいですね。忙しい日々を送っていると思いますが、無理せずに体を大切にしてほしいです。彼の活躍によって生活が楽しくなったという声もあります。彼の広告を見るたびに、ルンルンとした気持ちで買い物を楽しんだり、 家族との時間を楽しんだりしています。彼の存在で日常が大きく変わったという声がたくさん寄せられています。特に彼が広告する商品を買いたくなるという声が多いです。彼の広告を見ると、なぜかその商品を買うことが楽しみになるという不思議な現象が起きています。彼の存在は多くの人々の生活に楽しみをもたらしています。 彼の魅力は海外でも注目されています。彼のビジュアルはもちろんですが、パフォーマンスによって評価されることを望んでいるでしょう。彼の魅力は世界中で認められる可能性があります。日本の企業であるワンジュンギョの広告は、今のところ日本限定ですが、将来的に世界展開されることを期待しています。また、 韓国コスメの人気が世界中で高まっていることもあり、他の国でも知名度が上がる可能性があります。平野君は顔も最強で筋肉質の頼れる身体を持っています。さらに男気もあり、スポーツやダンスなど、何をやらせても誰よりも器用に上手にこなすことができます。しかし、その性格は優しくて仲間思いであり、冗談を言ったり、 本当をもの知らずで天然と言われることもあります。しかし、実際には人見知りであり、気遣いが繊細な一面も持っています。こんなスター性ある人物がいるんですね。私は彼のファンではないですが、本当にすごいと思います。多くの企業から引っ張りだこの存在になるのは当然ですね。彼がブランドサイドから起用された理由は素晴らしいものです。 ヘアー・ユー・ワントというブランドコンセプトを体現できる唯一無二の存在である彼の努力する姿勢や目標に向かって突き進む姿勢は本当に素晴らしいと思います。ヘイヤ君は内面を褒めてくれる言葉よりも優しいねと言われる方が嬉しいと語っています。そのような評価は彼にとってとても嬉しいでしょうね。今後の彼の活躍を楽しみにしています。 彼は繊細な人なので、仲間たちと一緒にいる時に悩みや不安を吐露できるといいですね。忙しい日々だと思いますが、無理せず体を上げちにしてほしいです。彼の活躍により、生活が楽しくなりました。お買い物していても、彼が広告する商品を探してルンルンとしています。娘と一緒に待ち合わせてマックのおやつを食べたり、渋谷の広告を見てみたり、 朝早く起きてルイ・ヴィトンのショーを見たりと彼の存在が生活に花を添えています。彼の広告するシャンプーが発売されると娘がお風呂に入るのが楽しみになりそうです。彼の広告する商品が販売されるとそれ自体が楽しみになりますね。彼を知ってから親子での生活が大きく変わりました。彼に感謝です。 彼の関連商品で身の回りを揃えたいほどです。美容系や日用品の彼の広告起用は本当に嬉しいです。彼の髪の美しさに憧れます。彼のパーツを企業が奪い合っていると言われていますね。今回は髪ですが、彼の CM 商品となれば即買いですね。彼の美しい姿は世界中で認められるべきです。 この広告は今のところ日本限定ですが今後世界展開してくれると嬉しいですね。日本のコスメブランドも頑張ってほしいです。彼のファンは彼が CM すると興味を持ち買いたくなるそうです。彼の存在は本当にワクワクさせてくれます。アイドルは一種の宗教ですね。日本人女性は特にアイドルにはまりやすいと思います。 彼のファンは彼を信仰しています。平野くんは久しぶりにワクワクさせてくれる芸能人です。彼の存在そのものが魅力的です。かっこよすぎて見惚れてしまいます。彼の CM は全部買っています。最後に彼の活躍を応援する声が多く寄せられています。彼の広告を見ると興味を持ち、 商品を購入したくなるという声がたくさんあります。彼の存在は多くの人々にとってワクワクさせるものであり、彼の活躍を期待しています。平野くん、あれはどうだろう。顔はまずまずだし、筋肉質の体も頼りになる。スポーツやダンスなんかも得意だから、何をやっても器用にこなせる。でも性格はね、優しくて気遣い上手だけど、 ちょっと天然で人見知りなところがあるんだ。このスター性、なかなかすごいよね。私は他のアイドルを応援してるけど、平野君は本当にすごいと思う。多くの企業が彼を引っ張りたがるのも納得だよね。ブランドから彼を選んだ理由が素敵で、ヘアーユーワントというコンセプトを体現できる存在だというんだ。 彼は外見よりも内面を褒められる方が嬉しいと言ってるから、きっとこの評価は嬉しかったんじゃないかな。これからの展開も楽しみだね。平野さんの活躍で生活が楽しくなった。お買い物も楽しくなったし、娘との時間も充実してる。彼の広告を見ると、なんだかワクワクするんだ。娘も平野くんの広告のシャンプーを買ったら、 喜んでバスルームに向かうのが目に浮かぶよ。彼を知ってから私たち家族の生活ががらりと変わった。楽しい毎日をありがとう、平野くん。彼の関連商品で身の回りを揃えたくなるほど本当に嬉しい。彼の商品が店頭に並ぶのを楽しみにしてるよ。彼の美しい姿に感謝の気持ちでいっぱいだよ。息を呑むようなビジュアルだし、 パフォーマンスも素晴らしい。彼の世界展開が楽しみだね。日本の企業だから、この広告は今の初日本限定かもしれないけど、いつか世界に広がってほしいな。他の国でも彼の知名度が上がるかもね。日本でも韓国コスメは人気だよね。彼の広告を見て、ますます日本でも人気になるかもしれない。 彼はアイドルだった時は興味がなかったけど、最近は彼の人間性に惹かれてる。彼のメンバーとの関係性も素敵だし、彼の活躍を応援したいよ。平野くんの CM 商品は買わないとね。久しぶりにワクワクする芸能人だよ。彼の存在そのものが魅力的だから、何かを買う時には彼の広告があるとついつい買ってしまうんだ。